三隻が横並びで、モンキーターン横から見た様子モンキーターンとは、協定における旋回法の一つ。ボートの上に前傾姿勢で立ち上がり、船の外側を蹴るように回る。外側に荷重がかかって、通常のターンよりも高速旋回が可能になり、従来の膝で体重を支える乗り方よりも膝への負担が軽くなったとされる。他にも、モンキーターン以外の旋回方法として、 地蔵乗りや、2010年代後半より、江夏光や、下賀義文など、九州の支部に所属している複数の、ボートレーサーによって新たに考案された、スコーピオンターンという旋回法がある。最初に始めたのは、飯田海地だとされ、競馬のモンキー乗りに似ていることからこの名が付けられた。後に、飯田が語ったところによれば、確かにモンキー乗りも参考にはしているものの、実際には、 当時の彼がウィンドサーフィンに熱中していたことから、そのレースにおける選手のテクニックを参考に編み出したものだという。当初は危険な乗り方として真似する選手はほとんどいなかった。イーダ自身、モンキーターグを使い始めた頃はよく転覆をしていた。しかし、イーダは何年も試行錯誤をして、モンキーターグを使い続けていくうち、結果を出し始める。イーダが一着を取ったレースで、 たびたびそのレース上での最高タイムを出すようになる。飯田のモンキーターンが当時の若手男子選手の間で注目され、その後若手女子選手を含めて徐々に真似をする選手が増えていった。そして、1993年の総理大臣杯で植木道彦がモンキーターンを駆使した選手としては初めて SG を獲得する。それ以降、協定会は、 モンキーターン前世時代に突入するようになった。現在では、ボートレーサー養成所のカリキュラムにも組み込まれる、標準的な旋回方法になっている。1993年に植木がモンキーターンをした当時、バイオレンスモンキーやフロンティアターンなどと呼ばれていた。ありがとうございます。